この世界の俺海賊やってんのかよ。じいちゃん的に回すなんておっかねえなー。に対する読者の反応集。アラバスタでの革命失敗してる？イーストブルーのバラ邸も普通に営業続けてるし、シロップ村もココヤシ村も無事なのか。へえ。やるなこの世界の俺。無名のままゾロは処刑されたのか。モーガンもネズミもわしがぶん殴っておいたわい。これは海軍の英雄。海兵にルフィエースサボ、他最悪の世代並みの成長スピードのキャラがいないから、三兄弟がそっちに行った場合、同じように強くなれるのかという疑問が。それこそ最悪の世代を追いかけ回して、小競り合いしてレベルアップするとかじゃね？大丈夫だ、海軍の英雄が鍛えてくれる。海賊だった頃の仲間たち、ほぼ全員死んでる世界か。コビーが死んでる。海賊世界線のルフィと同じく、小舟で最寄りの海軍基地目指そうとしてあれして、アルビダのとこに流れ着いたって感じになればコビーも救われるぞ。こっちの世界のコビーはアルビダの船に間違って乗って、そのまま覚悟決めて成長してアルビダの右腕からの、バギーと同盟からのデリバリー入りで現四校幹部じゃない？アラバスタでオーカシチ深いクロコダイルの革命を阻止した伝説の海兵ルフィ先輩だべー。おら、ルフィ先輩に憧れて海軍に。世界線の収束的なあれで、海賊か海兵かの所属違い以外は似たような結果になってそう。こっちはこっちで結局ルフィが海兵としてバギーやクリーク倒してたかもしれない。シャンクス遭遇前に海軍基地に連れてこられた世界線なら、スタート位置違うだろうしだいぶ物語狂いそう。ルフィとエースとサボの3人で海兵やってるなら、割と楽しくやれてる想像はつく。悪い奴らを駆逐してやる、ルートなら、もしかしたら悪い海兵や各地の海賊をぶっ飛ばしにやってきて仲間たちも救われてるかもしれない。一緒に冒険はしないだろうけど。全く違う展開になってるだろうし、それはもうワンピースじゃないからな。なんでこうやって一枚絵だけ出して読者に想像させる。海軍ルフィは正直見てみたい。ルフィが海軍に入ったら誰がレギュラーになるんだろう。ゾロ、死亡、ウソップ、死亡、サンジ、死亡、ナミ、どうあれ村のみんなが殺されて自殺しそう。チョッパー、特になし、ロビン、アラバスタ対流、フランキー、投獄、ブルック、さまよい続ける、ジンベイ、無期懲役オアシ系、って感じかな。ロビンはバロックワークスにいるんじゃないか。チョッパーはワポルに殺されてるとかかな。ジンベイは状況によっては投獄されずに七部会として活躍してたかもしれない。サンジは死ぬ前に暇つぶしさんが片付けてくれるかもしれない。バラ邸は再建になるかもしれんが。暇つぶしさんがワンチャンやっつけてくれたらゼフが死ぬまでバラ邸にいたかもしれないのか。いやでもなんかそのうちゼフより先に死にそうな気がする。それはそれでクソ親父がやってくる可能性もあるんだよな。クソ親父は手配書でサンジが生きてること確認したから大丈夫やろ。海兵だけど一つの拠点にとどまるのは嫌だから、海に出て困ってる人助けたり悪い海賊やっつけるぞ。シェルズタウンで独裁してる支部大佐モーガン倒して貼り付けの賞金稼ぎ、海賊狩りのゾロを海軍にスカウト、海賊に襲われそうになってる村を助けて村の少年ウソップを海軍にスカウト、クリークに襲われてた海上レストランを救って、そこの副料理長サンジを海軍にスカウト、オールブルーを探すことを条件に船に乗せよう。航海術を持った波のふるさとをアーロンの支配から助けて、波を海軍にしてネズミは首、泥棒だけど海賊専門だから不問にしよう、みたいな感じで全員仲間として回収できそう。巡回船みたいのに乗っていろんな島回ってそう。イーストブルーってかなり紙一重でルフィが登場してたんだな。エースが海軍にいるから白ひげと正面衝突はしない、ジンベイは七部海賊党。海賊ルートだからこそ救われた命はあるけれど、それはそれとして海軍ルートだからこそ救われた命もあると思う。ゾロ波の勧誘難易度下がってウソップサンジの勧誘難易度上がりそう。サンジは下手な公的機関には乗れないんじゃないかな。ロビン・フランキーの難易度終わってるでそれ。ロビン・フランキーを助けに行くならどの道本部と敵対しちゃいますね。最終的にカイドウが海賊王になりそう。ルフィが四校全員倒すぞ。マリンフォードの代わりに海軍&白ひげ、VS、百獣&ビッグマム海賊団の総戦力戦になってたかもしれん。これが何かあった世界か。ルフィがムカつくやつぶっ飛ばしたことで結局国が救われたって展開多いから、海軍でも同じ強さで同じことできたらめちゃくちゃヒーローなんだけど、海賊だからいろんな場所に行けるんだもんな。さ、杯のおっちゃんがエースを殺した？どうなってんだよい。
この世界なら赤犬とエースが共闘してても全然おかしくないんだよな。自由への憧れがないルフィってのがもう実質別キャラだからな。ところどころで見せるサラリーマン気質が前面に出るんだろうけど、そんなルフィみたい？もうガープでしょこれ。ガープの義孫だからって容赦せんぞ。しっかり稽古つける系のエース。炎じゃマグマに勝てない？何を甘いこと言っちょるんじゃ。鍛え方次第でわしなんていくらでも超えられるんじゃから腹くくって食らいついて今回この場語れ。生まれが罪、じゃと？エースよ。己がどんな思いで正義を掲げようと勝手じゃ。だが正義を言い訳に使うことだけは許さん。海兵ならもっと正しくあらんか。己が罪、というならば、絶対的に正しくなってその罪ごと叩き伏せてみんか。それでも認められんっちゅうのなら、己が胸を張るその時、わしは貴様を海兵として正しいと言うてやる気の。わかったならしゃんとせんか。海賊王の息子という生まれながらに背負った罪を少しでもあがなおうと徹底的な正義に傾倒するエース概念。めっちゃ鍛えてエースに褒められたいって憧れを持たれた上でロジャー息子バレってなったら表には出さないまでも内心こうなってるのでは。本来の世界とは別の意味でかわいそう。自分の正義を曲げるわけにはいかなくて結局エースを手にかけるんだよね。愛してくれて、ありがとう、は赤犬の目を見て言うんだ。この世界のルフィ、多分ゴムゴムのみ食べないけど大丈夫？戦闘力足りる？その分ガープが鍛えるから六式と覇気で戦う感じになりそう。海軍にいたら別の悪魔の身と巡り合う可能性もあるけど。海軍の英雄になった後にエースが身バレして処刑派と除名派がしびる王？今より杯の逸痛がすごそう。言うて海賊王の息子が海軍の英雄として世界の平和を守るために戦うって死地は報道の仕方次第でかなり美談にできるから、ちゃんと功績上げた後ならなんとかなりそうな気もする。その頃にはある程度地位も人脈もできてるだろうし。ギャグシーンでよくある流れ。ルフィが海兵の立場ならガープはここ爆笑してそう。俺は大好きなんだ、あの人の、徹底的スタイル。ようやったのって、褒められてんだ白ひげの首取って、へぇ。結局どこかでチャルロス殴ってそう。赤犬がエースがロジャーの息子と知った時、徹底的な正義として手を下すのかどうか知りたい。でも今の元帥として四苦八苦しながら対応してる姿を見ると、ある程度の実力持ってる奴は認めそうな気もする。海軍 F のエースと赤犬が良好な関係築くネタ正直かなり好きなんだよな。以前見た記事だと赤犬が死にそう言われてたけど、あのタフネスだし大丈夫だろう。よしお前、俺の隊に入れ。いや話聞いてたかよお前、オールブルーってのはな。聞いてたさ、し、自慢じゃねえけど俺は一瞬であちこち飛ばされんぞ。本当に自慢じゃねえ、あと後ろ。後ろ？お前が問題ばかり起こすから。俺たちも一緒に飛ばされんだぞ。もう少しで彼女できそうだったのに。あそこの飯うまかったのに。昇進のチャンスが。休暇返せ。部下の貴様が無茶苦茶するから私まで評価が下がる、消えたボーナスどうしてくれる。いやー、ダビ弁、もう無事分けありば弁でした。この惨状見て入りたいと思うか？あ、早めに書類出してくれよ。困るの俺だから。聞けよ話を。そもそもお前まともに書類出したことないだろ。書類、部下が頑張ってんだな。サボは貴族出身の海兵になるのか。最初に風車村に赴任。やってきたアルビダをボコボコにしてコビーと二人でモーガンのところまでアルビダを突き出しに行く。悪徳海兵であるモーガンを叩きのめしゾロ解放、勝手に恩を感じたゾロと二人で一旦風車村に帰ろうとして遭難、バギーに遭遇してバギーを叩きのめす。波の好感度は本編よりは少し高めか？目的地を伝え忘れた結果ウソップのところまで、成り行きで黒をしばき倒して逮捕、ジャンゴは逃走。カヤのお礼により一旦風車村に帰還、といったところで波が目的を告白。ん？俺海兵だからよ。そんなこと言われたら断れるわけねえだろ。行くぞ。なんかずっとついてきてるゾロと道案内の波の3人で道中にあったバラ系教習、途中ルフィの悪ノリでぶっ放した大砲により予策とジョニーを拾う。成り行きでクリーク艦隊を叩きゾロ部エースミホークのフラグを回収、サンジをルフィの給料でつけて借り、アーロンパークへ、みたいな、ちょっといろいろおかしくなりそうだが。かつてのロジャー白ひげガープみたいになるルフィローキッドか。それはそれでみたいな。なんかこの世界線もこれはこれでありだな。何？エース、サボ、ルフィの3人がわしの盆栽の上にカブトムシを乗せて遊んでたら、盆栽の一部分が折れたじゃと？早急にあの3人をここに連れてこい。
根絶やしにしちょ。最強育しちょるわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。